吉崎観音は日本の漫画家。鹿児島県、熊本県、長崎県出身の長崎県伊佐林育ち。長崎日本大学高等学校デザイン美術科卒業。旧名義は吉崎大二郎大二科。アーケードゲーマー、吹雪やケロロ軍曹の原作者、七人の七のキャラクターデザイナー、獣フレンズのコンセプトデザイナーとして広く知られている。 妻は同じく漫画家、イラストレーターの赤月五目。生まれて初めて読んだ漫画はドライモーンで、この作品との出会いをきっかけに漫画家を目指したという。小学生の頃から対象を緻密に観察し、具現化した絵を描くことで、周りから一目置かれていたと言われている。1989年に第24回小学館新人コミック大賞で佳作を受賞し、 漫画家としてデビュー。上京し、木の国や生産店に勤務をしつつ、漫画を描くも半年で退社。初期は、ゲームストで、半剣キャラクターをモチーフにした漫画を、主に執筆していた。この当時、吉崎は、漫画家、かつ、秋の下で3年ほどアシスタントをしていたことがあり、数と立ちを果たした現在も彼とは、信仰が深い。また、勝の紹介により、一時期、 三内鈴江の下でもアシスタントをしていたことがある。当初は小学館の編集者として、久保田茂雄が担当していたが、久保田の雑誌館の移動がきっかけとなり、当時の吉崎は決して目が出たとは言えない状態のまま、小学館から離れることとなる。後に、月刊少年エースに活動の場を打ちし、ケロロ軍曹の執筆を開始。この作品は、 同志で、たちまち人気作となり、後にテレビアニメ化もされて、吉崎の代表作となった。ケロロ軍曹が、テレビアニメ化されたのを機にイラスト集、マインブルーを発刊するに至ったほか、同作品で、第50回小学館漫画賞児童向け部門を受賞する。ケロロ軍曹の大ヒットで、小学館側からは、惜しいことをしたという声が上がったとされる。なお、島本和彦が、新、 ホエロペンにてそれをネタとした話を描いている。島本から見て、吉崎は孫、弟子、久保田は元の担当編集者という間柄である。アニメやコンピュータゲームに造形が深く、これらのメディアでキャラクターデザインの仕事を手掛けることも多い。獣フレンズの総監督を務める。本人曰くフィギュアの箱を集める箱マニアだという。本田技研工業製の自動二輪車。 NSR250R を長年の愛車としている。シンガーソングライターの村下構造は父方のいとこおじである。原則としてウィキペディアに関連する記事が存在するもののみ掲載。吉崎観音プロフィール M ネット2012年6月23日、閲覧。ケロロランドボリューム3より。AB 商品の説明著者略歴ダッシュ Amazon.co.jp。AMA Z 吉崎観音ワールド、吉崎観音の漫画作品完全モーラ。出たな。ツインビー3巻後書きより。吉崎先生は3年くらい、うちでアシスタントしていました。かつ、秋。2014年5月14日閲覧。かつ、秋原作星屑パラダイス第11巻、おまけページより。 http://comics.shogakukan.co.jp://manga, 過去 list, html-https://www.facebook.com/.permalk.php, id イコール1547兆880億1219万 7610& ストーリー フビットイコール1627兆5699億7414万9413角川漫画学習シリーズ日本の歴史角川書店角川ありがとうございます